こんにちは、ウェンです。じゃあ今回ですけども、こちらのねネイマールの育成を紹介していこうと思います。いやー、ネイマール来ちゃいましたね。ショータイムですね。いやー、なかなかいいプレゼント、コナミさん粋だなって思うんですけど、こうネイマールをねどういう風に生かしたらいいのか、どういう風に育成させたらより強くなるのか紹介していこうと思います。はい、こちらですね。僕ウェインのおすすめの育成はこちらです。シュート4、パス2、ドリブル8、瞬発クイックネス7、脚力8、このような育成になっています。なんでこういう育成にしたのかっていうのを、ネイマールどういう風に使うのかっていうのを想定して紹介していこうと思うんですけど、こちらネイマールはね、まあ、やっぱねドリブル得意ですね。ドリブル得意だし、コントロールカーブの、スキル持ってるんで、まあ、OMF とかサイド、左サイドのウィングとかで、あと左サイドハーフで出してドリブルで突破してもらったりとかしながら、コントロールカーブでこうシュート決めていくっていう戦いをしていくんじゃないかなと思います。なんでね、そのコントロールカーブなるべく入りやすいように、ドリブルしやすいように調整したっていう風になってます。で、総合値こういう風に、ちょっとそう総合値がこういう風にね下がるんですけど、あんまり気にしなくても大丈夫です。実際やっぱりその総合値よりも中身能力の方が大事だと僕は思ってるんで、あと意外と、なんでまずね、ドリブルいっぱいしてほしいんで、ドリブルになるべく振って8振って、あとポイントがね、脚力もここ8振ったところですね、ここ。なんで脚力振るかっていうと、ここのキック力が出たかったんですよね。ここ、脚力変えるとキック力上がるんで、で、この脚力ないと、ちょっと遠目からのシュートとかがしょぼくなっちゃうんですよね。で、コントロールカーブいったと思ったけど、なんかコロ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 ってなって、なんかキーパーに弾かれちゃったりとかして、なんで、なるべくドリブルと脚力、まあ、キック力に振る育成が強いかなと思いました。で、あとはね、瞬発とかも上げるとドリブルのスピードが速くなるんで、この瞬発を上げたりとか、余った6ポイントを、シュート4に振って、よりこう決定力とかカーブ高くしたりとか、あと2余ったんで、パスに振っといて、まあ、パスも最低限も80以上はいくように育成したっていう感じになります。まあ、ただね、この育成が正解ではないんで、あ、ちなみにこれ確定しておきますね。確定、はい、確定しました。で、ちなみにこの育成が正解ではないんで、もしね他の育成とかでこういうのおすすめですよとかあったらコメント欄で教えてほしいですし、何か他にも、こういう育成にしてしようかどうでしたとかあったらぜひ教えてもらえると嬉しいです。で、ちなみに逆足ヒント精度高い最高だしね、スキルも優秀なんでね、かなり楽しそうですよね、このネイマール使うの。じゃあ今日は以上なんで、なんか他に意見とかコメントあったらどんどんください。じゃあ本日これで以上なんで、今日も明日も See you again。 ウィンでした。失礼します。